し抜けると思うか。いや、ここまでは奴の入念なシナリオ通りだ。危険を犯すとは思えない。必ず何か用意してやがる、間違いない。用心深いこった。デフォルトにしちゃ珍しい。きっと仲はもっと異様なんだろうな。奴は恨みを晴らしたがってる。ただ殺すんじゃなく、カメラの前で苦しめる気だ。ドアを開けられるかやってみよう。見えるぞ、フルワー。ここからドアを開けてやる。かがんでろ。これ以上低姿勢にはなれない。なんでだ。自分を侮辱し卑下してる。そんな必要は全くない。わかったわかった。中で会おう。連中の誰かが奥に入れるアクセスコードを持ってるはずだ。どれにしようか。コードを分けてやる。もう一つ必要だ。
The fuck?何を企んでる？クソか、ここから出ないと。超低周波で混乱させようだからな。クソ、今今し、まあ、早く停止しないと。待ってろ、信号が近い。見えるか？ああ、簡単には行かなそうだ。行き先を指示してくれ。今だ、行け行け。いいぞ、行け。よし、行け、うん、行くんだ、急げ。今だ、行け。移動しろ。行け、目立つなよ。進め。抜けた。代わりにドアを頼む。了解。近づいてるか。あちこちに変更はあるが、建物はまだ見取り図と一致する。もう中央の部屋に近いはずだ。よし、そこで合流しよう。我こそはマシンから生まれた神。今こそ投票の時間だ。このレイモンドに自由はふさわしいか。そしておきたいものはカメラを切れ。最後を見届けたいならそのまま見続けろ。
こんなことしたら俺が何年も苦しんできた罪の意識にお前たちも苛まれる。あんなことをして申し訳なかった。謝るよ。このバカのせいでまた巻き込んでしまった。お前らまであんな苦しみを絶対に味わうな。答えは出たようだな。さよなら。バイバイ。さよなら。アディオン。携帯。とにかく携帯を出すんだ。死んでるかと思ったぞ。呼吸もしてるかわからなかったから。でも救急車呼んだりしたらお前怒り出ししまいそうだしな。トビアス、なんだ。俺は大丈夫だ。なんでそんなにニタニタしてやがる。お前もあのガスのせいでイカれたんだろう。フルは。そうかもな。なあレイ、考えたんだ。俺はまだシカゴを離れたいと思ってるのかな。俺の人生にそれ以上の望みはないさ。そうか。だがもし この辺りをぶらついて、まあ例えばなんだが、ブルームの弱点を探ろうと言ったら手伝うか。そんなのもちのロンだぜ。昔のチームの再結成だ。まあ一人足りないが。ああ、まあそれは大丈夫だ。一人心当たりがある。エイデン・ピアスだ。 お前本気か。やつはメンタルに問題ありだぞ。初対面の時やつは特殊警棒で挨拶しやがった。ああ、まああいつならやりそうなことだな。なんだ、何が面白い。いや、面白くないぞ。きっとガスのせいだ。それなんだ。ウエットザンベジって呼ばれてるらしい。買ってやったビールは。あれは吐き出したひどい匂いで。ビールみたいな匂いだろ。でもこれはフルーツの匂いだ。味は全然フルーツじゃない。クソまずい。待て待てよ。来た。後味はフルーツっぽいぞ。ただのジュースでいいかも。お前は救いがねえな、フルは。お前の番だ。なんだ。クインキーズダブルドッグドーナツコンボだぞ。いいな。試してみろよ。一口食べればこのチェーンが大成功してる理由がわかる。ああ、そりゃその特別なソースに添加物が大量に入ってるからだろ。違う。実は俺もそう思っていたが、入っているのはマヨネーズとレリッシュだ。なあ、こっちも酒に付き合ったろ。その妙なトロピカルドリンクは酒じゃねえ。カウントするな。レイ、
ーガーを口に押し込んでやろうか。やめろ。試せよ。いやだ。一口だけ。食えんだし、ぶっ放すぞ。やめろ。食え。なんでこんなもん。な、悪くないだろう。参ったな。うまいよ。